どうも10年虫歯放置したら口の中えらいことになったカラポテです。いつもご視聴ありがとうございます。ということでもう今日11月8なんやけど、まだ取れると思います。だいぶ減りましたけどね。今日もよろしくお願いします。ちょっとだけ大きな声出すの恥ずかしい。いい天気。これはレア。カマキリ水飲んどった。あー、近づくと飲まんくなるかな。見えるかな。めっちゃレアやわ。レアっていうかしょっちゅうなんやろうけど、あんまり出くわさんよな。水たまりの水飲んどった。分かりやすいとこにおった。まあ規制は多分されてないけどな。これ花びらやわ。よいしょ。おー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 。まあ一応チェックする。チェックだけな。なんか前と一緒の絵やな。うっ、めっちゃ綺麗っちゃうこれ。めっちゃ綺麗。見てこれな。伝わらんのさな。めっちゃ綺麗やわ。あ、朝鮮カマキリやんこれ。あ、朝鮮カマキリおんねやなここ。おお。いやめっちゃ綺麗なんさなこれ。伝わるかな。これ見えますか。すごいね。ボロボロ。もう一瞬わからんだもん。めっちゃおっきいんやけどなこれ。うわ、めっちゃおっきいわこれ。見て。めっちゃ大きいオオカマねんけど、体がボロボロやけど全然生きとるわ。よいしょ。これこれやば。いやー、これ大きいな。せやけどだいぶ大きいわこのオオカマキリ。まあでももう11月8日ぐらいになってくるとこういう個体結構多いよな。もういくやー。だってこれほんまに、あ、これほんまにトンボ目回ってツンツンしても逃げやん時あるんさ。ピントが合わへんの。これのポイントはゆっくり近づくこと。焦ったらあかんよ。ほらこれだいぶ近いでな。もうこのポイントは焦らんとゆっくり。あ、このポイントはあ、こんな大きいまずぼっくりあるんや。バカできるや。あ、さっきやん。くそー。わあ。キジや。うわあ、こんなんおんねや。ああ、どっか行ったな。もう一瞬しか映らんだわ。映ったかな。野生のキジを見ると縁起がいいらしいよ。今日はバグレンやん。で、虫歯って言うとったのほんまに十何年かな。10年とかじゃなくって正確に言ったら十何年ほったらかしにしとって。そう、なんか最初痛くって歯医者行くやろ。で歯医者行ったら治療するやん。で2回ぐらい治療したらなんかもう痛くなくなるやん。なんか神経抜かれるっていうやつで急に痛くなくなってもほんでいかんくなるんさな。それでいかんくなったらさ、すごいな。歯が穴開いてくるっていうか、ボコ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 してくるんさ。で、すごいな、虫歯になんの。そうやでな、虫歯にはな、気をつけやなあかん。みんなも虫歯には気をつけて。痛くなくなっても病院の人が「こやんでええよ」って言うまでいかなあかんねんって。もう終わっとんで、マジで。これ色綺麗やな。目もなんかちょっと緑やん。おお、また緑と、すごいな、これ元気やわ。おお、今日おるぜこれ。どうなっとんねんここ、マジ。 CR オオカマキリ終日大解放。おお、今日おるわこれ。だいぶ黒いオスっちゃ。あ、オスは触角長いわ。これあれやな、ちょっと細い朝鮮カマキリかも。あ、早い早い。ああ、朝鮮やこれ。見て、大量取って。ああ、これもオオカマキリやな。もうやばいよな、カマキリの数。かっこいい、かっこいいな。オカマキリやわ。ここは結構やっぱり山でさ、オカマキリも結構かっこいいよな。これわかる、みんな。まあだいぶ中心に置いとるけどさ、こういう風にずらしたらもうめっちゃわかりにくない？こうやってしたらわかるけど、わかるよなこれ。今日めっちゃカマキリおるわ。長いこと生きてきた感出とるよな。あーっと、これどうよ、また怪しいよ。水はないけど、横こういうとこ結構高いんさ、これ。なんか歩き方可愛すぎるやろ。なんか雨降りそう。天気悪くなってきたわ。ラッキー。腹びろだけ、ハリガネムシだけやってみるわ。歩いとったやつは多分出ると思うな。もうオオカマキリ逃がしていくわ。よいしょよいしょ。みんな一緒の方向行くんやな。登ってきたオス。さあどっち、あれ、なんでそっち行くんやろ。ああ、こっち来たわ。朝鮮カマキリな。ずっとこの朝鮮カマキリこのポーズなんやけど。サンキュー。いいよ。すごいあれやわ、ボロボロやわ。長いこと生きてきて。お疲れ。ハリガネムシ入っとんのは前のやつで気にせんといて。ハリガネムシなんなんこれ、ねじれと。怪しかったやつな。木のやつはまあ別として。ああ、じゃあこれいきます。うわ、ちょっと待って、誰か取って。出てこやんな。オオカマキリがくすみとるわ。あれめっちゃ可愛いさな、ちっちゃくって。ちょっとお尻プニプニしてみるわ。あ、出てきた。あー、ちっちゃくって可愛かったのに。なんか色がこれ出てきたわ。やっぱり下歩いとると出てくんねや。あー、でもこの子はあれやな、もう死んでしまうわ。めっちゃ可愛いわこれ。規制されてなかったら買いたかったのに。今から歯医者なんさ。もうまず1本目抜いてくるわ。もっと滑舌悪くなって聞こえにくくなっても許して。ちょっとこれからの動画投稿、歯どん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 抜いていくで日に日に滑舌悪くなってっとるかも。まあでも見てくれとる人は滑舌悪いとかそんなんもう気にしてくれてないと思うけど、マジで歯医者行きたねえわ。もう4時半からなんさな。今2時ぐらいやけど歯医者なんて行かんとパチンコ行ったろかい。